ただこうかなと思います。今日コンサート仕様だからさ、めっちゃ濃いのよアイメイク。でもこれでもやっぱさ、あれだね、やっぱステージ立ってたからもうヨレヨレまくってちょっと崩れてるけど、マジで出来たてほやほやの私のメイクやばいよ。みんな見たらびっくりするかも。もうギュンギュンやったよ。もうまつげもこんな感じ。私びっくりまつげがすごく大好きで、もうねこれだいぶカールが落ちてきちゃって、これまつげがだいぶこうやって下がってきちゃってるんだけども、ギュイーンってギュイーンって上がってるんですよ。あのメイクしたて、ほんとしたての時はって感じで、今日はどの日よりも一番あのまつげがギンギンに綺麗に上がったので、すごくもうバサーってなってて、であのこのコンサートはね珍しく 3days ね見て、ほら下マスカラもしたんですよ。私のない下まつげに頑張ってマスカラをしたんですよ。もうほとんど取れてますけどね。やっぱ今回は武道館ってことで会場が大きいじゃないですか。で今回はあの外周メンバーなので、やっぱり見つけてもらわないとダメじゃないですか。なのでやっぱりちょっと目元とか顔面は派手にいこうと思いまして、下まつげ頑張ってますから、普段の劇場とかイベントとかはしないんですけど、頑張ってあの今回はちょっとマスカラ下も塗って、キラキラももうねだいぶキラキラ取れてるんですけど、もうキラキラもキラキラっと、結構ね今回のコンサートみんなこの辺とかこの辺にキラキラを乗せてたと思うんですけど、私は普通にグリッターのキラキラここにね乗せてて、結構こうあのバチっていうね、遠くでも分かりやすいバチバチね、バチバチバチにしてメイクをしました。イエーイ、ありがとうございます。はい、というわけでですね、今日は、ゆうきりんさんプロデュースコンサートだったということだったんですけども、いかがだったでしょうか。お、2階席の方から見つけられて、でも今回は私はですね外周メンバーだったので、結構上の方を見たりとか、特に端っこだったんで端っこの方をよくね、あの私の基本位置が基本下手だったので、そうですね、下手にいた人は結構見られたかなって思います。上にいる人とか結構こう上向いてたりとか頑張って手をこう振ったりとかしてたんですけど、気づいていただけたら嬉しい、気づいていただけてたら嬉しいなと思います。はい、なんかまつげが変な、そうね、そんな感じで、そう結構たくさん人数がいる中での一部だったので、すごく見つけづらかったかなと思うんですけども、今回ですね、そうですね、頭ブロックメンバー全員でパフォーマンスさせていただきまして、でチーム曲ですね、1曲はチーム曲で、もう1曲はチームと違う曲をってことで、チーム4はハードの脱出ゲームとチーム B の愛のストリッパーを披露させていただいたんですけども、この曲はね私結構見つけやすかったんじゃないでしょうかってすごく思います。今までにないほどポジションが良かったので、はい、あの私9年アイドルやってますけど、2曲ともコンサートの2曲とも立ち位置がこんなに良かったことってなくて、今回初めて、そうですね、割といいポジションにあのでパフォーマンスできたという、ほぼ初めましてな経験だったのですごく嬉しかったです。そう、ハードの出現場はね村山チーム4でもよくパフォーマンスしてたんですけど、村山チーム4でパフォーマンスしてる時は私あのなんだろう、あのなんていうんですかね、人数が多くて16人プラスアルファ番号だったんですよ。マル1マル2マル3マル4みたいな、あの付け足しの人だったので、今回歌い出しが歌うことができてすごく嬉しかったです。なんか不思議な体験でした真ん中にいるって家で大興奮した。そう、愛のストリッパーも
一応最初のサビのところまで。と愛のスリッパは結構劇場曲だから結構立ち位置がすごくイレギュラーだからあれなんですけど、一応ね、サビ1サビはですね、下音ダブルセンターっていう感じでパフォーマンスさせていただきまして、そう まあ後半からはねちょっと端っこの方にいたんですけども、でもそう、そんな感じでしたね。すごくだからこの2曲は見つけやすかったんじゃないかなっていうふうに思います。あとはですね、ユニットは私出てなくて、なんだっけ、くじのやつで、私ね、あの日ね、くじをやった日ね、実はあれなんですけど、くじの、私はあやねがセンターの11月のアンクレットの、中の一人をやらせてもらったんですけど、見つけられた人いるかな？モニター映ってなかった気がするんだけど、なんかカメラ光ってなかったからさ、歌割りんとこなんかあんまり映ってなかったかもしれないですけども、一応11月のアンクレットも出させていただきました。初めて11月のアンクレットで足首にアンクレットを巻きました。今まであの衣装を、生写真とかで着たことはあったんですけども、でもアンクレットをやるときしかアンクレットってつけないんですよ。だから今回初めてアンクレットの衣装でアンクレットつけて11月のアンクレットを披露するという、もうフル完璧は今回初めてできたので、個人的にすごく嬉しかったです。見つけてくれましたか？ああ、ありがとうございます。さすがですね、さすがファンの人だ。で、後半は普通に全体曲って感じで、はい、とっても楽しかったなーって思います。そう、っていう感じで、思います。VR だとね、こういうふうに見えるからいいんですけど、会場だとね、多分見づらいと思うんですけども、そんな感じでしたね。イエーイ はい。あと何だろう。でも3日間本当になんか楽しい時間はあっという間で、なんていうの、あっという間で3日間終わってしまいましたが、どうでしたか？3日間来てくださった方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ3日間のうち何日か来てくださった方もいるかもしれませんし、来れなくても VR でね見てくださった方もいらっしゃると思うんですけども、どうでしたか？とても楽しい3日間になっていただけてたら嬉しいなと思いますし、Twitter にも書きましたけども、より一層 AKB のことが好きだと思っていただけたらすごく嬉しいなっていうふうに思いました。はい。まあ今回ね、武道館3日間いろいろ発表がありましたけども、まあ1日目は、私たちチームメイトの活動休止で、2日目は、まあ、トムさんがね卒業発表という感じで、で3日目今日は18、今日のもう応募開始してますね、20時からなので、18期生応募ということで、15期17期ちゃんが入ってきてまだ5ヶ月ぐらいしか経ってないんですけども、18期ちゃんが入ってくるということで、もう17期ちゃんでも若いなって思ったんですけど、多分18期ちゃんは本当に多分小学生上がりの子とかが入ってくるのかなって思うと、本当自分が一回り離れた子が入ってくるのかなと思うと本当に恐ろしいですけども、でもすごくAKB に入りたいと思って。くださる子が
いて一緒に頑張れるのだったらすごく楽しみにしていますが、まあまだまだ仰天ユリナ20もう4になりますけども、24歳、ちょっともう中学生、小学生上がりの子だから、中学1年生の子とかからすると、まあもうババアかもしれませんけども、まだまだ気持ちはピチピチで、まだまだピチピチで頑張って、パフォーマンスも張り切ってフレッシュに頑張って、行こうと思っていますので、ぜひ皆さんは17期ちゃんが入ったから、18期ちゃんが入ったからといって推し変をせずに仰天ユリナちゃんを応援していただけたら嬉しいなというふうに思います。まあちょっとメールにも書きましたけども、いろいろとね思うことはたくさんありますが、まあとりあえずまだやめないので、はい、頑張っていきたいなというふうには思います。すごいね、17期ちゃんもずっと泣いてて、ステージ上でも泣いてたんだけど、裏でもねずっと泣いてて、そう、でもちょっと複雑な気持ちではあるよね。自分たちが一番入ってきたばっかりで、もう新しい子が入ってくるってなると、なかなかね。でもだって私たちですら、あ、じゃあきちゃん、え、17期ちゃん入ってきたの？18期ちゃん入ってくるの？ってなって、ね、どん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 若い子が、多分これこそジェネチェンなんでしょうかね。世代交代させろって言ってるんでしょうかね、果たして。いや、まだ譲る気はないですけども。ね、ちなきちゃんもね、先輩になってしまうってなるとね、自分たちもまだまだ入りたてで、勉強これからしないといけないところにね、なんかね、後輩でもあるのに先輩にもなっちゃうって、こうすごく難しい位置関係になってしまうと思うんですけども、でもね、ちはきちゃんが入ってきたとしてもね、ちなきちゃん本当にいい子たちだからね。はい、マジかって感じ。ああ、マジかマジかって、マジかマジかって、あれですね、セカンドジェネレーションの曲ですね。うん、まだ選抜目指して頑張りたいと思います。なかなかより一層厳しくはなってくるとは思いますが、選抜入りがどん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 遠のいているのもまた事実かもしれませんが、それでも頑張るのだけは自由なので、みんなに与えられた権利だと思っているので、今回茂木さんがですね、11年目にして初選抜ということで、私が今9年目なので、まだ自分も頑張っていいのかなっていうふうには思っているので、まだ選抜入り諦めずに頑張っていこうかなというふうに思います。何期が入ってこと変わらず押しますだって、ありがとう、嬉しい。そう、茂木さんが、そうです、見せてくださったので、もう多分茂木さんのファンの人は、多分チャンジュン茂木さんが歌ってたらもう多分号泣だったでしょうね。ファンの人からするとさ、おーって、歌詞自体がすごくいい歌詞じゃないですか。それを茂木さんがセンターでってなるとね、そう、しかもそれまでだったら、あれ、何年目何歳が一番若かったかな、若かったじゃなくて一番ギリギリだったのかな、
歳とかになるんだろう。でもその次前とかでとかって言ったらどうなんだろう。なかなかだったじゃないですか。多分もう入ってないとやばいぐらいの、多分そんな遅くで初選抜入りした人って多分あれだと思うので、そうなのでは、で自分がどんどんね、年数が上がっていくうちにわって思ったりもしてたですけども、今回茂木さんが入りして、でもそれは茂木さんの本当人気と努力と頑張りの末の結果だと思うから、そう茂木さんを見てね、あ、私もまだまだもうちょっと頑張ってもいいのかなっていうふうに思えたので、もうちょっと頑張りたいと思います。はい。茂木さんはね、うちの1個上とかじゃないかな、違うかな、1個上、2個上か、2個上か1個上、どっちか、そうです。りんりんと同じか、りんちゃんだったら2個上だ、2個上。ということは25歳だね、25歳。ね、25歳ですね。私が23だから24の代なんで26の代ですね。はい。うん。いや若いですよ。25でも若いわまだ。全然。女性は20後半からもう花咲く時ですからね。世間一般で言ったら魅力的な女性になるのは本当に20代後半から30代にかけ、あ、ね、30代がもう本当に女性として魅力的な美しい大人の女性になる年なんですよ。まあ皆さんはちょっとこう特殊な世界で生きてるじゃないですか。こうアイドルっていう世界で、やっぱアイドルって結構若いのが重視されるこう場所だとは思うんですよ。どうしても10代がこう重宝されるかもしれないですけど、世間一般で言ったら20後半から30代が一番女性が美しくて綺麗な年だから、そう、そうなんですよ。ちょっとね、こう特殊な世界で生きてるから、人によってはそう思わない人もいるかもしれないですけども、世間的にはそうですからね。あ、地道な走り屋さん、ありがとうございます。キキララちゃんだ。キキララちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。まあ、この3年で本当に綺麗になった。ありがとうございます。二十歳過ぎてからですかね。そう。やっとね、年齢と顔がやっとこう追いついてきましたので、そのあと戦うところは脳みそと体力だけです。本当にだんだんやっぱり体力とか覚えてくる脳がどうしても遅くなってくるんですよ。そうだからもうそこだけ頑張るとしたら、やっぱ振りを覚えないといけないじゃないですか。たくさん曲を覚えるとか、こう覚えることがすごく多いんですよ。しかもこうプワーってすごい入れたりするんですよ、曲とか立ち位置とかね。そうだから動く体と覚える脳みそ、こ
これだけ頑張ればアイドルはまだまだいけるわ私。ここ数年ねいなちゃんのこと気になりましたって、あ本当に嬉しいんだけど、ありがとう。実年齢もう少し下だと思った。だってあ、ゆいなですか、喋ってるからちゃう。分からへん、喋ってると実年齢マジ低いって言われるんよな。黙っとけば本当にいいお姉さんなのになってめっちゃ言われる。もうこれ本当にねびっくりするぐらいね、今まで本当によく聞いてきた。喋ったらあかんなってってめちゃくちゃよくね言われる。そう、あとマジで何言ってんのかわからんらしいから、ああいうの本当今日さあ今日とかさマジで本当口回らんすぎてさ言い間違いしめちゃくちゃしまくっててん楽屋の時にな。そう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 、そしたらさツッコミでさ、いや仰天は本当に顔が良くて良かったねって、マジ顔良くなかったら何言ってるか分からへん、もただの変な人やでツッコまれた。そうやばいよなマジでな。いやもうほんでもその時の本当に自分頭も口も回ってへんくて、マジで自分でも何言ってんのか分からへんくて、ほんまに言い間違いしまくってて、言い間違いっていうかなんか言葉と言葉が混ざるってよくあるじゃないですか。そうなんかその時私発したのはそのな人の名前と言いたかったことが混じってすごい意味が分からんこと言うとったんですよ。でなんか自分でも意味がよう分からんなってなってて、そうもうやばかった、頭が疲れてんねんかなと思った。通常運転やったらしい。そうやばいよなマジで本当に。マジで何言ってんのか分からなかったあれは。そうそうなんです。なんかじゃメイクさんに前髪をお願いしようと思ったんよ。そのなんかメイクさんに、まあ、メーカーが入っとって、うちはもう髪やっとったで、前髪を後でお願いしようと思って、そのメイクさんの名前とその前髪を後でお願いしますっていうことをなんかもうちょっと違う感じに伝えたかった。それが混ざって何言ったのか分からへんくて、そう自分でも何言ったのか分からへんかった。口があまりにも回らんすぎてびっくりした。そうね、びっくりしちゃったよね。私がびっくりした、一番びっくりした自分が。ってなっちゃった。よし、じゃあそれぼちぼちぼち終了にしよっかな。15分経ったよね、まだかな。経ったね、経った。よしよしよし、じゃあじゃあ、あそうだ、みんなにね自慢しようと思ってさ、今日あのね私後でストーリーに載せようと思うんだけどさ、もうさ一生懸命さ SNS 更新、帰り道と電車で来て一生懸命 SNS さ更新しててさ、で帰ってきたからもうさめちゃくちゃ必死にさ SNS をさ更新してたんだけどさ、ちょっとまだ更新しきれてないもんがちょっとめちゃくちゃあるんだけど。あのね、そう、あなた小先生今日あのね知ってるかな、一番最初は AKB と私何人か5人ぐらいかなが、あのグッズでさコラボしたやつ、イサヤマックスさん、あのなんだっけ、あの私がこういうクマさん変案してたやつのさあったじゃないですか。そう、そのイラストを描いてくださって、今回のあの私が言ったさあのなんだっけおさるさんとか言ったら制服とさコラボしてたやつあったじゃないですか。あれにもね出してくださったりとか、もうすごく大人気のイサヤマックスさんが今日わざわざこの柏木さんのコンサート見に来てくださってて、そうご挨拶させていただいたんですよ。私本当にあの知名度じゃないわ、 AKB でコラボさせていただいた時、モデルさせてもらった時にめちゃくちゃ絵柄が本当に好きで、そっからもう大好きなんですけども、そう今日ねいらっしゃってて、
そうなんですよ。ご挨拶させていただいて、そう、イエーイ、そう、だし、ちが持ってた、ちょっとね、もうね、しまっちゃってるんだけど、しまっちゃって飾っちゃってるんだけど、このステッカーにね、サインもしていただいて、そう、私ね、玄関にね、いつも、サイマックスさんの、ステッカーを額に入れてね、飾ってたんですよ。で、それのやつに今日持ってってサインしてもらって、そのサインしたやつはね、もう玄関にね、飾ってんの。早いでしょ。そう、玄関にね、飾ってて、そうなの。いいでしょ。しかも、今日、いらっしゃったってことで色紙書いてもらったんだよ。これ後で載せるね。見て、ちょっと私こんなに可愛くないけど、書いてもらったの。見て、ちゃんとサインしてもらって、仰天様って書いてくれたの。イエーイ、嬉しい。あ、そう、多分久しぶりのリップグロスだから、多分リップなんだと思うんだけど、そう、何人かね、書いてくださってて、そう、私がすごく大好きで、しかも私もコラボさせていただいた時に、そうなの、コラボさせていただいた時は、すごく、させていただいた時、モデルもやらせてもらったんですよって言われたら、あ、そうですよねって言ってくださって、そう、嬉しい。そうなの、ステッカーもね、これステッカーもいただいて、そう、結構ステッカーたくさん持ってきてくださってて、メンバーね、みんな結構メンバーもらってた。超かわいいでしょ。めちゃくちゃかわいいんだけど、キャバタンすぎ。これは飾っとく、家に。家に飾っとこうと思って。そう。イエー、嬉しい。これは飾っておくの。ちゃんとビニールに入ってるから、このまんまこうやって飾れる。そう、何人か書いてもらってたよ。私も書いていただいてたなんて、うれしいんじゃん。マジで絵がほんとタイプ。超かわいい。あ、そう、サイマックスさん、それこそサンリオとコラボしてたんよ、ちょっと前まで。そう。私 SNS フォローしてるからさ、そう、見てるんやけど。そう、めちゃくちゃそれもかわいかった。すごい人気ですよね。大人気のイラストレーターさん、画家さんなんて言ったんやろ。そう、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、本当に飾っとくわ、マジで。しまうのもったいないからね、飾っとく、マジ本当に嬉しい。もうやったー、やったー、わーいわーいって、ねじま、嬉しい。そう、まあこういう時やっぱりアイドルやっててよかったわーって思うわ。 そう、アイドルやっててよかったわーってめっちゃ思うわ。ね。 はい、じゃあ終了にしたいと思います。もう10時だ、早い。ないの、私まだね、晩ご飯食べてなくて、ショールームしたら晩ご飯食べようって思ってたんで、まだ食べてなくて、晩ご飯食べたいと思います。お弁当を食べたいと思います。2つ食べるお弁当、今から。なんでみんなも晩ご飯食べてね。ここ最近私晩ご飯食べてる時間マジで変だわ。12時とかさ、23時とかにずっとご飯食べてんのやばくない？しかもね、しっかり弁当食べてんのやばいでしょ。米食べてんの、米も肉もだし、お菓子も差し入れでもらったお菓子とか持って帰って食べてたりとかすんの。マジで本当に不健康。最近顔がアンパンマンになってきて、ちょっとやばいって思ってる。
でもね、最近マジでチョコレート食べ過ぎ、本当にマミーにドクターストップかけられた。最近ね、私ね、本当どんだけチョコレート食べてもマジで肌荒れあんましないんですよ。で、なんか本当にめっちゃメンバーにもある、仰天ってさ、なんでそんなにチョコレート食べてんのにマジで肌綺麗よねって言われるんよ。普通さ、結構メンバーみんなやっぱチョコレート食べるとやっぱお肌が荒れたりとかするらしくて、あんまり食べられへんらしいんか。うちめちゃくちゃ食べてるんよ。でも、けど最近マジ食べる量えげつなさすぎて、多分みんなが知ったらドン引きするぐらい食べてんの。で、最近ちょっと肌荒れが、なんかさ、最近さ、加工なしとかで写真撮ってて、こうマミーとかに送ったりすんねんか。なんか今日の私の美中とか言って、この武道館の時とか送ってて、したらさ、マミーにさ、チョコ食べるの控えなさいねってね言われちゃったでも確かにその通りです。確かにその通り。最近マジでちょっと最近綺麗だったお肌が若干肌荒れを起こしつつありましてやばいですね。多分ね、こう見たり、あとメイクしてたらあんまわからないんですよ。そう、メイクしてたらね、わかんないし、多分ちょっと隠れてるからね、わかんないと思うんですけど。そうなの、遠くから見たらわかんないしそう、ってな感じ。よし、じゃあランキング見ますね。告知はまた後で。13位、エレリーエレレさん。12位、ナティさん。11位、ニューネームさん。10位、リュッケさん。9位、ヤングさん、3日間お疲れ様でした、ありがとう。8位、岡山さん。7位、シュガーさん。ゆいなを見に日本に来たよって、そうなの、ありがとう、カムサムダ。6位、近いしーさん。5位、まさとさん。4位、あきいこさん。3位、ワッフルさん。3日間楽しかったよ、だってありがとう。そして第2位、まいまつさん。3日間お疲れ様でした、だってありがとうございます。そして今日の第1位は地道な走り屋さん。ライブ3日間お疲れ様でしたかな、ありがとう。そして地道な走り屋さん、キキララちゃん、ありがとうございます。ありがとう、イエーイ、ありがとうございます。はい、というわけで、そうですね、あ、そう、14日ね、あの2人公演入ったんですよ。またやばい、私2人公演もう当分やんないわと思って、脳みそからまた消去しちゃったんですよ。だからまたちょっとね、ぶり返してこないといけないんですけど、14日ぜひ2人公演来てくださる方はお待ちしております。はい、で次の日15、16は旭川でイベントしますので、はい、15、16日旭川だけど、もう 3days ですよ。それこそ2人公演旭川でイベントなので、また明日から、あ、明日からまたレッスンなんですよね。はい、明日からまたもう16までね、仕事ですけども頑張っていきたいと思います。とりあえず今日はもう本当に早く寝たいと思います。ではこの後は私はお弁当を食べたいと思います。マジでお腹すいた、あー、ご飯。それじゃあ皆さん、今日も見ていただき本当にありがとうございました。15分って言ったけど結構配信できたわ、よかった、ありがとうございます。見てくださって、じゃあまた明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。